ギア比 3.5 対1の超速ギア。モーターが 3.5 回転した時にタイヤを1回転回す比率ですが、レースとなるともうこのギア比が一般的になるのかな。それに対して今度 3.7 対1比のハイスピード EX ギア。ギア比が上がると今度はトルクが上がり加速力に優れます。そうしたらさ、トップスピードと加速力のいいとこ取りをしたらどうなるのかな。この検証を行う前に、まず初めにお伝えしたいのが、レギュレーションってどうなのって必ず思う方いるので、今のところ特にレースに参加する予定がないのと、定められたギア比というのはおそらくカウンターギアとスパーギアの色の組み合わせだと思うので、それに関しては問題ないかと思ってますとお伝えした後で、そもそも走れるのっていうのをスピードチェッカーで確認したいと思います。せーの、回ることは回るね。よし、平面じゃないからだよな。意外と走っちゃったな。ノーマルモーターで走らせる分にはギアが欠けているっていうこともなさそうだと、もう動画終わっちゃうんだよな。実はやろうと思ってたことっていうのが、ギア比に合わせてタイヤ径変えたら面白いんじゃないかって思ってたんですけど、ギア比 0.2 ポイント差であればこれで十分な気がしてきた。ギアタイヤスーパーハードとノーマルホイールに対して、フロントをローフリクションタイヤとワンウェイホイールにすることで、ギアタイヤよりもフロントタイヤのグリップを減らして、さらにホイールを空転させることで前後回転数を調整したセッティングとなってますといったところで、簡単ながらローラーも取り付けましたので、実際のコースを走らせてうまく走れるか確認してみましょう。